長長谷谷川川豊豊の本本気論論音チャンネル皆さんこんこにちちは長谷川豊ですすいいいやーもうちょっと聞いていただけますあんまりね、このテレビとかメディアに対する話っていうのは、今はそんなにしてなかったんですけれども、ちょっとね、おいおいおいっていう話があったんで、こちら、葉月ルーペに対するフジテレビの上から目線の対応にあきれ返るっていうテーマで、今日はちょっと話をしたいんですけど。 この話って「週刊文春」さんに出たんで知ってらっしゃる人もいるかもしれませんけれどもまず、ですねちょっとこれは引用なので著作権はあの問題ないんですがこの1分間なんです1分間の CM をちょっとよく見ていただきたいんですねまあメガネのハズキルーペに関しては皆さんも知ってらっしゃると思うんですけれどももう絶対壊れないというかね100キロの重さがぐじゃって乗ったとしても壊れないメガネっていう,もう超超超画期的なメガネでむちゃくちゃ人気のあるあれです。 そのハズキルーペの CM をまずは一旦ご覧ください本当に世の中の中文字は小さすぎて読めないでしょ新聞も企画書も小さすぎて読めないでもハズキルーペをかけると世界は変わる大きく見えちゃうんです私も世界が変わりましたすごーいはっきり綺麗に見える 日本の高度なテクノロジーが作りましたなんて広い視野なんだブルーライトがカットされてる長時間かけても目が楽ちょっと見ていてくださいねすごいこの強度さすがメイドインジャパンすごいぜ「ハズキルーペ」ハズキルーペの拡大率は3種類 ハズキルーペはいということでですね、まあ、ご覧頂い,いて分かる通りなかなかの俳優人ですし、うん、あの面白いなと思ったんですよ特にねあの「羽月ルーペ」の良さである「お尻で胸を踏んでも大丈夫」っていうあれはセクシーでもあるしユーモラスでもあるし抜群にセンスのいい CM だなっていうふうに思ったわけですね。 僕のフルスのです、ね、今、視聴率4位まで落ちたです、ねえー、フジテレビがです、ね、この葉月ルーペに対して直接言うんじゃなくて代理店を通して、あのー、この CM なんですけれどもちょっとお尻でむにゅって踏むところなんですけどクレームとか来る可能性あるんでクレーム来たら他のに差し替えすから差し替えますからって言って連絡してきたんですって。 カズキルーペの会長を激怒して CM 全部引き上げたっていうね週刊文春さんに今載ってた話なんですけれどもバカでしょ下唇噛んでから言いますけどバカでしょもうね今のねフジテレビの病魔を全部集中してるニュースだなと思いますはいもうその通りなんですよ YouTube ご覧の皆さんもね思ったと思うんですけれどもはでしょはでしょ あそこが面白いとこじゃないですか。象徴じゃないですか。別に普通のメガネってどこにでも売ってるわけですよ。で、メガネをあって踏んじゃった、バリン、あっ曲がっちゃった、フレーム曲がっちゃった、あもうなんか見え方おかしくなったらこれってもうメガネ使ったことのある人だったら誰でも通る道じゃないですか。ハズキルーペはそれを乗り越えた超画期的な商品で、だからめちゃめちゃヒットしてるわけです。ハズキルーペの良さを絵でも わかるし少しユーモラスにクスッとしながらそしてちょっとセクシーに表現するのってあのわずか34秒,秒ですよね確か23秒ぐらいかなのシーンですよねそんな長くやってないじゃないですかあのシーンがいいんじゃないですかあれがわかんないんですよ今のフジテレビってだから僕やめたんだけど結局。 もうね、皆さんは今視聴率が悪くなってるよねって思ってるかもしれないんですけど、フジテレビって2007年ぐらいかな、2007年、2008年ぐらいからもうね、全く話が通用しなくなってきたんですよ。なので僕、もニューヨークに行って、もうフリーになろうっていうふうに思って決めて、もうニューヨークに行ったんですけれども、レギュラーの時、週9本ありましたけどね。あのね、ダメなんですよ。表現の自由じゃないですか。表現の自由って憲法21条で決まってるんです。 お尻で物を潰すねんってみたいなことを言ってくる。頭とち狂ってるバカなわけですよ、そんなのは。クレーム入れてくるやつなんて。これは世界でノイジーマイノリティって言います。ノイジーマイノリティっていうのは頭おかしいけど声だけでかい、なんか綺麗事だけ言ってくるバカだからっていうことで、世界中でノイジーマイノリティは無視。これ常識です。ノイジーマイノリティは無視が常識なんです。気にするんですよ。 その声がうるさいだけのスーパーバカたちをあのね例えばインターネットの世界とかで100件ぐらいの批判コメントがバーって来ましたよと「炎上大炎上」とか日本人リテラシーゼロだからバカみたいに言うんですよちなみにその100件なんてほとんど数人で書き込んでるわけですよでも大炎上とか書くんですけれどよく考えてほしいんですよ1億千万人いるんですよ 1> 1億千万人いるんですよそりゃね100万人に1人ぐらい完全に頭おかしい人なんていますよそんなのきついこと言いますけど変わった人なんかいるに決まってるじゃないですか100万人に1人完全にもう全く誰からも相手にされない変な人が書き込んだら120件になるんですよ いいですかもう一度言いますよ。100万人いて1人しかいない超例外的な、すごい変な、うわーっつってまともじゃ誰も相手にしてないような人が、1人1件ずつ書き込んだだけで、120件の書き込みになるんですよ。これ、炎上って言いますこれ、気にする相手ですかね。バカなんです、これ、フジテレビ。本当にバカなんです。 表現っってていいいうのが自由でいいんでででんんすすそれ憲法で決まってるんですノイジーマイノリティーなんてのは誰もが無視っていうのは今世界中の常識なんですでもクレームが来たらコンプライアンス的にみたいなことを言うフジテレビの中でコンプライアンスを司る部署っていうのがあってコンプライアンスでも何でもなくて1ミリでもクレームが来たらうええー、っていうもう頭の悪い社員たちが上層部にメタメタいるんですよ もうこの人がああ言われるかもしれないからやめとこうこう言われるやもしれないからやめてしまうあこれはですねあれとこれとこれとそれとあれとそれとこれは一旦言わないようにしてくださいね何も言えねえよそれみたいなことを言われ続けてフジテレビでどんどん落ちていくんですね今フジテレビ面白い番組ないでしょこれ見たらこの文春さん見たらなんでフジテレビが落ちてんのかっていうのはすごくお分かりになるんじゃないかなっていうふうに思いますそうです 表現の自由という僕たちが一番大切にしなければいけない上に憲法21条で許されている翼を折りたたんでるからです飛べないんですよ空飛べないマスコミなんか誰も見てくんないですよ地上張っててもうねこれ見てほんとバカじゃないのかと思いましたねきついこと言いますけれどもまあまあまあ周波数オークション法案で放送免許取り上げますよこんな連中一回痛み見なきゃ分かんないよこんな連中本当に ダメだこれいやー皆さんはね本当どんなふうに思ったでしょうか長谷川豊の「本気論本音論チャンネル」私長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みますお楽しみに